は新庄市最上公園からお伝えします。さあ、さすが桜の名所とだけあって、お堀沿いにはずらっとおよそ300本もの桜の木が立ち並んでいま す。少し白っぽく見えるのが桜ですね。桜の花びらひらひらと今散っている状態で、この水面に大きな花いかだを作っていますよ。ますね、お堀がピンク色になっている。これでまた綺麗ですよね。はい、はい、さあ現在ここではですね、新庄春祭りが行われておりまして、ぼんぼりに明かりが灯されています。いい雰囲気。ちなみにこのぼんぼりの点灯は午後6時半頃から9時までということです。さあ、そしてなんといっても皆さんお待ちかねの露店もありますよ。はい、今回は20店舗ほど出店されているということです。左手にはたこ焼き、美味しそうな。いいですね。美味しそうしますね。そして左手にはたくさんお客さんもいる。おしゃれなタピオカ。おしゃれ、うん、美味しそう。これもね、結構お子さんがね、いらっしゃって楽しんでる様子が見えます。そして奥に行くと、この左手にずらっとまた露店がいっぱいあるんですよ。定番の唐揚げとか、手前には広島、私の地元広島のお好み焼きもいっぱい焼いてくださってます。おお、あ、すごいボリューム。皆さん食べてくださいね。はい、はい、そんな夜桜、そして露店もさることながら、このゴールデンウィーク期間中にはメインイベントが開催されるんです。それが新庄門焼き祭り。イエイ。はい、スタジオの望月さん、菅原さん、門ってご存知ですか？もちろんです。ニシンですよね。そうなんです、ニシンのことを門と山形では言うんですよね。私も山形に来て初めて知りました。私もです。いい匂いがしてきました。気分にも立ち上がってます。あ、なんか準備してる。さあ、今回はですね、特別に新庄観光協会の皆さんに門を焼いてもらってます。まさに、美味しそうですね。大きい。わ、本当に大きいですね。すごい、いい焼き目がついてます。美味しそう。油もポタポタとしたたって美味しそうです。さあ、ここからは新庄観光協会会長の武田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、武田さん、はい、あのニシンのことをなぜ門って言うんですか？新庄ではあのニシンを大量に扱っている魚屋さんが門屋って言ったんですよ。それで門って言われてるんだっていう、その俗説なんですけども、このニシンの子供は数の子ですよね。数の子です。これは門の子なんですよ。あ、そっから数の子になったんですか？もともと本名は門で、ニックネームがニシンということで、その古い名前が新庄には残ってると。そうなんですね。はい、だから子供が数の子なんですね。そうです。はい、お、ちょっと武田さん、いい、はい、どうぞどうぞ、焼き加減なんじゃないですか？はい、どうぞ。いただいていいですか？食べてみてください。ありがとうございます。丸ごと。あ、いいな。大きい。丸ごとすごいすごい。しないように丸ごと。じゃあこの背中の方いただきます。重たそう。いけるかな？そのまま。あ、お、豪快。ずっしりです。熱そう。ほほほほ。うん。おいしい。いいな。震えてる。あっちあっちだけど、ホクホクです、この中の身が。あ、本当に。なんでこんなに綺麗な身。特徴のさ、角ということと、うん、時間をかけてじっくり焼くっていうなことで、炭火で、それで美味しいんだと思います。丁寧だからこそ。焼いてるんですね。これ、はい、何分ぐらい焼くのにかかるんですか？もう30分ぐらいかかりますね。じっくり。はい、それは美味しいな。さて、この門焼き祭りですが、今月29日から来月5日まで開催されるということです。はい、新庄、この公園内で本格的に門焼きを食べられるのは実に4年ぶりということなんですよね。はい、そうです。人も賑わってきそうですね。はい、うん、楽しみ。楽しみです。門はあの北海道産、うん、全部小持ちで大型の門ですので、うん、絶対に美味しいと思います。美味しそう。ずらっとこういっぺんに焼かれるんですね。はい、そうですね。そうです。もちろんプロの方が、もう門焼き師がいるんですよ。50年してますからね、門焼き師が。それは絶対美味しい。はい、あ、そうなんですか。ぜひね、
春の訪れを感じながら、ね、はい、ね、桜ももうちょっと思ってほしいですね、はい、うん、贅沢な桜とニシンのコラボでした、うん、すみません、角でした角のコラボでしたそれでは皆さん、いきますよ、はい、熱々でホクホクな角焼き祭り来てけろな